はようございます。カモンマテリアル、マテリアルの高見五郎です。マテリアルのアリスです。カモンの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組はさまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていく、ムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、はい、はい、今日はついに、この日が、配信日にぶち当たってきましたという感じなんですけどね。はい、今日は3月11日ということで、もう日本人としてはね、もう忘れちゃいけないというか、ものすごい数の方が、亡くなられたと認定されてる上に、まだ、判定されてないという方も、行方不明のままという方もね、すごいたくさんいらっしゃるわけなんですけど、はい、とはいえもうね、12年一昔ですよ。立つんですが、まあまあ、この辺の話はまた後でね、はい、ゆっくりにさせていただくとして、はい、3月11日、まあ、その日だけではないので、はい、ちょっとですね、どんな日なのか、お願いします。はい、この日の日です。はい、今日はパンダ発見の日です。おー、はい、えらい可愛い日。はい、1869年明治2年の3月11日、中国四川省の民家で伝道中のフランス人神父、アルマン・ダビットが白と黒の奇妙な熊の毛皮を見せられました。これが西洋でパンダが知られるきっかけになった日とされております。もともとね、中国では認知されていたんですが、その、ね、西洋にこう行く渡るきっかけになった日とされております。毛皮を見て、ね、今ふっと思ってるの、俺下のやつ黒かったらなんかパンダみたいな。パンダ、ね。パンダ。うん、今日黒いやつにしたらよかったな。ね、いやいやいや、でもこの間、ついこの間ほら、パンダが ね、中国にシャンシャンが、帰っていったという、まあ、帰ったというか生まれたのこっちやからね。生まれたね、生まれて育ったの。あれだから俺ニュース見ててすごい不思議やなと思って、そうそうそう、帰っていったで、いや帰ったとかさ、こいつ帰ったんじゃない、この子生まれた日本やで、日本しか知らんのに。そう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 、はい、逆に何て言うの、環境が変わってストレスならへんかなって、 そっちの方が心配なんですよ、ね、だからその檻に入る訓練もね、うん、日々されてて、輸送するための檻を何日か、うん、何ヶ月前からも用意して、はいはい、そこに入れていう練習も何回もしてて、うん、で今日ねその時が来てみたいな言っちゃった。いや意外とね、なんか何て言うの、そのストレスって動物にとってね、うん、すごい良くないかったりとかするんでね、ね、だからパンダなんかも生まれたはいいけど、本当にちゃんと発育して、うん、その成人というか成獣になるかどうかっていうのはね、うん、実はすごく危ぶまれたりとかするんですけども、うん、まあ途中でちっちゃすぎてお母さんに踏みつぶされることもあるぐらい、うん、ですよね、育児放棄する、そう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 、だからそうならないようにっていうのを、うん、日本では相当ね、いろいろ練習して頑張ってね、うん、ノウハウを積んできてるという感じではあるんですけども、うん、はい、そのパンダが発見された日と、はい、となっております。もう一つ、はい、もう一つコラムの日です。ほう、はい、コラムの日、はい、1751年の3月11日、うん、イギリスの新聞ロンドンアドバイザーリテラリーガゼットが、うんうん、世界初のコラムの連載を始めた日とされております。はい、コラムはもともと円柱を意味する言葉で、円柱形とか円筒形とか、うん、棒状のものを一般で示します、うん、で現在では、横、うん、あ縦か縦だ、ね、縦, 縦, 縦という意味合いから、うん、新聞雑誌サイトにおいて短い評論やエッセイなどを掲載する欄や書き込みの、記事を意味する言葉と使用されています、はいはいはい、あとエクセルなど縦の横か、はい、縦のことをカラムと言います。はい。のもね、はい。はい。そうですね。はい。はい、こうピッと押したらカラムピュって出てるね。うんうん、はい、うん、よく使いますね。はい、まあ要はあれですよね、はい、その区切りっていう意味なんでしょうね、きっとね。うん、そういう意味でそのコラムっていうことになったんやろうなと思うんですけど、コラムね、僕もね、コラムニストとかすごい大好きで、その、うん、それこそ中島ラモとかもそうですしね、うん、まあ、中島ラモは作家であったりとかいろんな側面持ってましたけど、あと何やったっけ、ナンシー関とか、なんかコラム書いてある人とか、結構大好きです。コラムが集まった本とかも大好きだったんですけど、ね、はい、新聞とかにも ねありますよね、天星人号、天星人号、はいはいはい、まあ、編集手帳とか、はい、いろいろありますね、はい、天星人号なんか
なんか中学校の時高校入試で出るからとかっつってめっちゃ読まされた覚えがある、はい、でも俺あの転生人語の日本語そんなに正しいと思わへんけどな、まあ思想入ってたりとかするけど、ね、どうなんかなと思いますけど、はい、はい、この避難の日は以上です、はい、はい、ありがとうございました。さて、はい、ということで3月11日とは、もうね皆さんもお分かりだと思います。東日本大震災が、2011年に発生した、その日ですね。で、まあ、今日はですね、その、なんていうんですかね、僕らが別にその、何か防災を呼びかけるとかっていう話じゃなくて、はい、やっぱ震災忘れちゃいけないので、うん、忘れないようにその当時のことをお互いちょっと話し合ってみようかなということで、うん、企画をしてみたいなと思います。はい、はい、そうなんですよ。だから2011年、うん、今から12年前、そうなんですよ、12年前、3月11日、多分ねあれね金曜日やったと思うんですけど、うん、僕はあの会社でパソコン作業やってたんですよ、うん、で椅子にねコマがついてたんですよね、うん、でこうまあ、デザインとかもやってたからこうやってたら、あれなんか なんでやろ今日なんか定まれへんなって、俺なんかひょっとしてなんか変な病気になったのかな疲れてんのかなとか、まあ、疲れてはおったんやけど、うん、どうなんやろってなんか体が持ってかれるってなってたんで、うん、あれこれひょっとしてふって振り返ったらなんかゆらゆら揺れてるような感じがして、うん、で会社の人にこれちょっとひょっとして地震ちゃいますみたいな話でいろいろネットサーフとかやったら、え、宮城県沖で地震みたいな。でそこからネットとかでね、ユーストリームとかいろんなやつで、はい、当時そのほらまだテレビが今みたいにそれこそ TVer オンデマンドとかもないし、何NHK とかもさ、うん、今こそ NHK プラスとかで、はい、同時にやってたりとかするやん、うん、今ない、その時なかったから、うん、で、ネットで見ていったらユーストリームって当時の配信のね、うん、企画のやつで中学2年生の14歳の男の子が NHK の番組をユーストリームで、うん、カメラで撮りながら配信するっていうのをやっていて、まあ、それでだいぶ状況を知ったみたいな。そうですね、うん、あれだから当時ちょうどね東京から会議に来てた人がいて、うん、東京帰られへんかもしれへんとか、あ新幹線止まるかもしれへんとかっていうので、うん、もう慌ててなんか新大阪まで行かはったりとかいう状況もありましたね。その時は2人、僕はねちょうどある幼稚園に、はい、幼稚園の子に向けたお芝居を、はいやった後やったんです。はいはいはい、で戦中かどっかでこうみんなでコーヒー飲んでて、うん、でまあ座って飲んでるんで、で多分気づいたの僕だけなんですよ。うん、俺なんか揺れてるんじゃん。うん、誰も気づかずに。うん、ほんなら嫁から電話がかかってきて、うん、えらい地震があったっていうので、うん、でもほんまに最初はね調べても何にも分からない。どうも、ん、どんどん、うん、なんか津波来たらしいでとか、うん、でね最初の津波って聞いた津波のイメージがこういう津波なんですよ。うんうんうん、やっぱテレビで見るとずーっと上がっていく津波っていうのが、あれでも全然ね、もうすごい津波のイメージ変わったっていうか、だから言うたら千里中央でもっていうか、もう全国的に揺れたわけじゃないですか。そうですね。なんかこうなんかビビたる地震にこう気づいた、なんで俺だけ気づいたんやろっていうのもちょっと不思議なところはあったんですけど、ねその時にまあ津波があった後にね一気にね人の命がこう消えるというか、いやだから地震って言ったらね、まず倒れてくるものから身を守らなあかんとか、うん、だからほら突っかい棒してどうのこうのとか、はい、そんなのは、ね、倒れんようにとかね、で あなたもねもともとほら神戸とかあっちの方に来てるから、はい、ねその、うん、阪神淡路も経験してるじゃん、はい、うん、その時は どこにいたの？3.11 の時、うん、その時はバイトしてました、うん、アルバイトしててお仕事してて、うん、でカメラ屋さんに勤めてたんですね、まあまあ、でその時も揺れたのは気づいたんですよ、うん、でも阪神淡路経験してて、うん、また地震かとは思ったけども、うん、ちょっと揺れが大きいなっては感じてたんですね、うんうんうん、なんか、まあ、揺れはいつもなんか敏感になってたんでずっと、でたまたまその後に休憩時間になったんで、うんうん、休憩室にテレビが置いてあったんで、うん、そこで初めて、ああこんな大きい地震やったんやっていうの で津波の来る時のやつも
テレビでリアルタイムに、ね、報道されてたので、それを見てもすごいショックで、本当に車がおもちゃみたいに浮いたりとかっていうので、こんなになるんや、これほんまに日本で起きてることないかっていうのがすごく思いましたね。だから後でね、あの船渡とかにあのほらあのその貨物船のでっかいのかと思ってこうね、あの陸地に乗り上げちゃってるとかさ、すごい映像が流れたりとか、でまあもちろんその当時そのビルの上でカメラ構えたった、あったヒトラーの映像とかもどんどん後から入ってきて、いろいろね、あの僕らも見ることになりましたけど、あれでもね、僕ね最初ね地震起こった時にちょうど僕の友達、まあ本当に大学時代からの友達でもう何十年の付き合いなんですけど、その友達があの宮城県の名取市、あの仙台空港のあるとこ、ね、で仙台空港もほらもう津波でしばらく使われへんかったから、で、あのすぐ近くに松あの自衛隊の松島基地があったりとかね、したんですけど、でその名取市の、まあうん、どっちかというと山側の方 のマンションに僕の友達が住んでて、僕行ったこともあったんですけど、でとりあえずその友達が心配だから速攻であの会社にお願いして、ちょっといいですかって心配なんで電話していいですかって使用で電話しますって電話をしたんですよ。だからまず友達には友達の携帯には繋がらなかった、で何回電話してもやっぱ繋がれへんなと思って、ひょっとしてと思って、で彼の家、奥さんと子供がいるから、で家電話してみよう、家電話したら繋がった、なら、いやあのそのね、あの王ってやつがあのいて、あいつに電話つながれへんからこっちはどうかなと思って、電話したらつながったねって大丈夫って聞いたら、いやすごい緩やったけど今のところこっちはどうなんともないと、でただ、マンションだから、マンション2階か3階だったかな、だからちょっと心配なので、あのその奥さんの妹さんが戸建てで住んでて、それがすぐ近くやからそっちへ移ろうと思うっていうふうに聞いた。で、あそうなんや、分かった分かったって言って、まあちょっとまた俺からも電話してみるし、で連絡取れたらまた連絡するねっていう話をしてて、で本人に、もう一回電話したけどやっぱり繋がらない、で無理やりたまたまね、無理やりツイッター俺やらせた、そいつに、全然 SNS やらないやつなんだけど、俺がもうええからアカウント取っとけと、連絡用やと思って、俺の連絡用やと思ってアカウント取れって言って取らしてて、それに DM 送ったのね。そしたら5分後ぐらいに DM が返ってきて、で、いや今実は何々駅って駅のその、まあ、2階になってるその改札のところにおると、で車止めてとりあえずそこへ登ったというのが来て、あよかったよかったと、で、ただその家が心配、その嫁と子供が心配やっていうのが来てたから、あ奥さんと連絡取れたよと、こっちは電話つながったからって、で妹さんの戸建ての方に今から移動するって言ってたよっていうふうに入れたら、速攻で DM が来て、あのそれはあかんと、マンションにいろと、戸建ての方が危ないから、戸建ての方が何かあった時に脆弱やから、マンションの方が鉄筋コンクリート強いから、で絶対にマンションに絶対戻れ言うてくれって言って、戻れっていうか俺携帯ナンバー知らんねんけどおるかなと思って、もうしょうがないからすぐに奥さんがもしもしって電話したら出てくれて、まだ行ってなくて、まだ行ってない、まだ行ってないって、あの動くなってって言って、逆に妹さんらの家族をこっちへ呼べって言ってたんです、分かったって言って、で奥さんに伝えて、ありがとうって言って、すごい連絡係になったそうだから変な話で宮城県と大阪、まあ僕宮古島におったんやけど、あの宮古島区ね、はい、あの宮古島、あの大阪市宮古島区にいたんだけど、大阪とあの仙台をその要はこの、有線電話と携帯電話がつながってるんだけど、携帯電話と携帯電話はつながらない、だから携帯電話の基地局がもうやられてたんかもしれない、ね、ですね、でも有線の方はさ有線でつながってるから、だから、なんとかつながったよね。いやだから未だにやっぱり言われるのは、あのお前はうちの家族の命の恩人やって言われんねんけど、
だからそういうのってすごい大事なんですよね。その時にどう何で連絡が取れるかっていうね。だから連絡手段をこう多く作っとくのは一つの手かもしれないね。そう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 、無理やりツイッターさせて。そうそうそう、いやあれは本当にツイッターさせなかったら全然連絡取れてない。あの時にね、ツイッターっていうかその SNS の有効性のすごい証明された、うん、だから携帯電話はやっぱ繋がらないけど、うん、その文字情報を送るだけだと電波ってそんなあれじゃないから、うん、その文字情報は行くから、うん、だからツイッターやったら繋がったね、うんうん、で、有線電話も行けるけど、まあ混線すれば当然だから繋がらへんからしね、うんうん、だからこっちからは行くけど向こうからは無理とかいろいろね、うん、あるんですよね、うん、ってことで実は LINE も、うん、あれその東日本大震災の時は LINE はまだそんなに強くなかったんだけど、うん、その後中越地震とかいろんなことがあって、はい、既読ってつくやん、うん、あれはね実はその災害の時のため、うん、要は打てるか打てないかは分かれへんけど、うん、見たか見てないかの確認ができるから、うん、だから既読マークっていうのが出るようになったのはあれは災害の時の、うん、連絡できなくても生きてるか生きてないかそれで分かるでしょ、うん、既読したってことは見たってことやから、ね、生きてはおるんやっていうのが確認できるからということで、うん、既読機能が追加されたんですよね、うん、進化ね。だからまあ、災害が起こることによってたくさんの方のね命が失われてっていうことは確かにあった、これはもう事実なんですけど、でも次に同じようなことが起こった時によりその被害が少なくなるように、うん、するための知恵っていうのはどんどん積み重なっていってるっていうのは、まあ、現実としてはあるんですけどね。何かが起こったらね、何かで対処する方法っていうのがね、どんどん見つかっていくっていうのは、ね、そうそうなんですよね。あとね、これはね、僕ね、その震災終わってから実はその僕映画を撮るって決めたのは震災がきっかけなんですよ、うん、だから震災で東日本、まあまあ東北ですよね。で実際に現地に俺2012年の年末から2013年の年始までとか行ったり、で2014年にも行ったりとかしてるんだけど、その行った時にね、まあ悲惨な場所も見たし、そのいろんなものは見ましたけど、そのすごいね、実はね、内陸部と沿岸部ってすっごい乖離してるの意識が。だから沿岸部ってもう本当に悲惨で何もないので、もう瓦礫しかないで、何やったらもうそこにご遺体のがもうクズのようにこうなってるんですよ。もう人間の体にはもうとどめてない状態で、まあ、だからね、自衛隊の人たちがものすごい心に傷を負ったりとかされたっていうね話もあるんですけど、でこっち側の人ね、で生き残った人たちはもう自分たちが生き残ったっていうことだけでもう精一杯なのね。でこっち側の人はね、ほとんど被害受けてないんですよ。ちょっと家にひび入ったとか、ガス管がちょっと壊れたから通れへんとか、水が通れへんとかいうのは1週間か2週間ぐらいあったけど、もうその後はライフラインが回復したらもう普通の生活に戻ってるんですよ。だから1ヶ月後ぐらいの、もう3週間後ぐらいの名取市内の幼稚園とかね、では普通に入園式とかが開かれてて、何々ちゃんおめでとうとか言うてんねんけども、こっち側ではもうそのおめでとうを言うはずの子がもう見当たれへんから、どうなってんねんって分からへんで、被災して避難所で寒い思いをしてはる人たちっていうのが大量にいたっていう現実がこうもう同じ場所であるんですよ。でもね、この人たち悪くないんですよ。だってね、どっちも何も悪くはないんですよ。でも多分こっち側にいる人たちは被災地を見れないのよね。見ちゃうとこう手伝いに行かなあかんとか、なんかこう気持ちがこうすごい傷つくというかあるじゃん。だからやっぱ自分たちの生活は自分たちの生活っていう感じなんですよね。あれを僕行って目の当たりにした時にすっごい愕然として、日本が二分されてるって大げさなこと言ってるけど、違う、そんな大げさな話じゃない。そこもうこの頑張ろう東北って言われたくないねん。だから被災してない人の頑張ろうって言われるのに、俺ら頑張ってる、なんかなんで頑張らなあかんねんみたいな意識なんですよ。だから
あれを見た時に僕はもっとこの現状を日本人見ないといけないなと思ったんですよね。ただそれを生に描いてしまうとそこにいる人たちも傷つくし、全然嬉しくない話になっちゃうんで、そうじゃなくてそれは自分たちで勝手に思ってもらうだけで、僕はその東北のことをもっと見てもらうために東北の1200年前の英雄の映画を描いて作って、でそれを見てもらうことで東北行ってみようかなって行ってみたら、あれなんかちょっと違うんじゃないみたいな感じを持ってもらえればいいんじゃないかなっていうふうに思って映画作りたいって言い出したのが実は映画作り出したきっかけなんですよね。そうなんですよ。まあまあと言いながらそんな作品なんか未だにまだ かけらもできてないですけど企画だけは常に持ってる感じなんですけどね。もうあれからでももう12年経ったんですよね。ねえ、いや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 、だからなんでしょうね、あの東日本大震災をきっかけにして人生変わった人たちってすごいたくさんいるんだろうなと思うんですけど、まあ、被災した人もそうかもしれないけど、まあ、被災はしたかもしれないけどそんなに言うほどじゃない人たちもたくさんいるじゃないですか。でもそういう人たちもやっぱりなんかそれがきっかけで人生変わったっていう人たちはすごくたくさんいるんでしょうね。ね、まあ日本人として影響を受けなかった人は一人もいないんじゃないですかね。あの時も本当にね、物流がまず動かないから大変でしたしね。はい、まあこういうことを別にだからどうって話じゃないんですけどね、はい、忘れないでね、やっぱりその時に生きてたということを忘れないにしないといけないんじゃないかなっていうことで、うん、まあ、ちょっとそれぞれのね体験談をちょっと話してみたという感じではあるんですけど、はい、という感じでいいですかね。なんか2人はあとなんか言うとことないかな。私、まあ、記念日とかもね結構やらせてもらって、記念日の中でも、うん、そういう記念日がやっぱり多かったりするんですね、うん、でやっぱりその時のことを忘れないようにすることと、うん、ほんまに自分でできることを、うん、その災害にいつ来ても備えれるような準備をしましょうねって、見直していきましょうねっていう日がすごく多いので、うんうんうん、この日を、ね、きっかけに、ね、準備したりとか ね、災害の準備をしたりとかっていうのも心がけていくことも大事だなって思いますね、うんうんうん、あんまりそうやと思う、うん、どうですか、なんか大阪部さんなんか。いやもうでも本当にその災害の国じゃない、自然災害の国、そう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 、日本はね、うん、だからいつ何が起こるか分かんないし、うん、まあ大阪は結構ねその、うん、安全な土地というか、まあ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 、そうなんですよ、東北の時もそうですし阪神の時もそうなんですけども、ほぼ被害を受けない、受けない、台風の時もねあんまりこう被害を受けない土地なんですけども、うん、やっぱり自分のいつ自分がそういうことに遭うかっていうのをやっぱ思っとかないといけないし、でましてやまあ近くでその阪神淡路の時でも、もうさっき言ってはったように被害があんまりないじゃないですか、で向こうではすごいことになってるのに大阪は結構普通とかね、そうなんです、やっぱりそういうところがあるんで、なかなかこうねそこに行って何かするっていうことできないけども、やっぱり本当に自分でできることなんかあるのかなっていうのも多分個人でなかなかできないね。できないですね。できないですね。で、そういうなんかできるツールっていうか、できる何かっていうのをもうちょっとこう、すっとできる体制になればいいのかなっていうのはやっぱありますけどね。まあ、それのが あって、そういうね、SNS が、すごい進化したり、まあ、コロナがあって、そのね、Zoom とかの辺もすごい進化したりっていうのがあるんですけども、まあ、それ以外に何かしらこう、ね、ちょっとなんかできやるって言ったらなんかおかしいのかもしれない。いやほら今ねついこの間、うん、ほらトルコの地震があったりとかして、うん、で日本のね救助隊が、うん、行ったりとかしてるんですけど、やっぱその国によって全然違うんですよね、うん、トルコなんかはもう耐震基準は実は日本 の震災以降の基準ぐらい、それよりも強いぐらいの基準やったのに、その基準を満たしてない建物に関しては罰金払ったらそのまんまでいられるっていうね、それのためにああいうグシャンっていうのが起こってるんですよ。だからいつ何が起こるか分かんないところだから、行った人たちも自分の身も危ないんですよ。そうですよね、うん、いつこのビル倒れてくるか分からへんみたいな、そんなところで災害救助をやってはるっていう現状ではあるんですよね。だからやっぱり
僕らそう絶対忘れちゃいけないのは、いつ起こるかわからないからこそ命を守るために、はい、ずるしちゃいけないっていうか、うん、やるべきことはやっとかなあかんと、なんかそのね、耐震の強度を増すためのなんか施工をやるやらなんやらみたいなのはどんどんやんなきゃいけないし、で、まあ、幸いながら日本っていう国は、その阪神淡路もあり熊本もあり、ね、東日本もあって、で中越地震とか地震がすごく多くて、その度にいろんなものが開発されて、だから免震システムとかいろんなものが、日本独自に開発されたりとかしてるんで、まあ比較的安全な状態にはなってんのかなと思うんですけどね。ただやっぱり南海トラフとか来た時にも絶対津波だけは防げないんで、だから高いところに逃げろとか、ね、そういう話なので、その辺 の, そのなんか災害被災した時のなんかマップとかあるじゃないですか、うんうん、でここ行くとか、そういうことはやっぱり日頃から、はい、確認しとかなきゃいけないよねって、うん、まあ、ただ唯一言えることはこ の, マテリアルのあるこの場所は、うん、上町大地の上にありまして、はい、ほとんど被災しない場所と言われてるところなんですよね。津波も絶対来ないっていうね、はい、なんせ僕が住んでる福島区なんてのはもともと海の底で海抜ゼロ以下のところなんで、津波来たら本当に終わっちゃう土地なんですけど、このね、上町大地は、はい、もうなんせなにわの宮が宮があった時代から、はいはい、大地というか海のヘリやったんでね、ここは、うん、ここまでこのすぐ近くまで海やったんですよ、うんうん、すごいな、そうよ、ほんますぐそこまで海やった。だからその上にある場所なんてめちゃめちゃ大事なんです。大丈夫なんです、大丈夫ですね、うん、だから長崎から僕の知り合いの娘さんが大阪にその仕事できて、うん、で家借りたいねんけどどこ借りたらいいって言われてる、うん、誰がどう考えても上町大地の上って上町大地の上のマンションにしなさいって、絶対水没しないからって高いねんけどね、はいはい、まあ、そんな話もあるぐらいですので、はい、まあ、皆さんそれぞれ気をつけなきゃいけないと思いますし、まあ、助け合いもしていかなきゃいけないと思うんですけどね、はい、そういうことにちょっと意識を向ける日になればということで、こういう企画させていただきました。はい、ということで、今日はこれぐらい、今日はこれぐらいってもうほんまにね時間がほぼ終わろうとしてるんですけど、とりあえずこのコーナーはこれで一旦終わりたいと思います。はい、はいはい、では次あゆみ、はい、はい、絶賛上映中、はい、島森の塔をやっておりますので、はい、ぜひぜひ皆さんお越しください。はい、明日までですよ、はい、12日日曜日までとなっております。うん、はい、そしてカバですね、うん、13日はカバの日です。はい、第2、月曜日となっております。はい、そして第4月曜日が27日ですね、はい、13、27と3月はございます。はい、そして、定期上映ですね、ロシオ誕生編、はい、はい、次は15日です。はい、上映いたします。3月はあと15日と22日と29日でございますので、はい、ぜひぜひ皆さん女子を見に来てください。1000円ですからね、もう見やすい価格でですから、はい、ぜひ1000円プラスワンドリンクをかけてね、はい、楽しんでいただければと思います。はい、はい、ぜひお越しください。そして、こちらも定期上映傘の下ですね、はい、川本貴博監督の傘の下です。3月はあと16日と23日と30日の3回の上映がございますので、はい、ぜひぜひ皆さんこちらお越しください。はい、そして、17日から17、18、19と7ですね、はい、はい、上監督の7が上映となっております。はい、姉さん事件です。ですね、はい、はい、また後で詳しく紹介いたします。はい、そして20、21と武田和明監督の、絆王子と無限の一歩の上映となっております。はいはい、こちらでトークショーがあったりとかもありますので、ぜひぜひ、皆さんも楽しんでいただきたいなと思っております。で、21日は祝日になりますので朝からの上映となっております。朝だけですね、朝のみの上映となっております。はい、そして24、25、26と音楽週間となっております。24日が、今週です。
ゲストでお越しいただいた宮氏のライブがございます。はい。はい、うるさいよ。絶対楽しいと思います。見ていただいたら分かると思います。ね、絶対楽しいので来てください。はい、24日金曜日が。耳元で言うな。ずっとわわ言ってますよね。はい、はい。で、19時半からスタートになりまして、はい、料金が2500円でワンドリンク付きとなっております。そして25日土曜日は、ランクさんのライブとなっております。アコースティックギターと、手軽三味線のユニットとなっております。手軽三味線なっております、はい、料金が2500円でワンドリンク付きとなっております、はい、そして、音楽週刊締めくくりが26日日曜日の下本隆監督のドキュメンタリー映画、はい、6600ボルトとなっております。山田さんのオーダーのユニットになります、ね、はい、ユニットの山田ですね、はい、はい、こちら3日間6週間となっておりますので、3日間とも楽しんでください。お願いいたします。はい、以上となっております。はい、では、はい、いきますか。はい、はい、今日のゲッチャー、はい、今日のゲッチャーは、はい、ラナーました。姉さん事件です。はい、ジョー監督の、はい、作品ですね、はいはいはい、赤坂明さん主演の映画となっております、はい、組の親分が撃たれ植物人間になり廃業を余儀なくされた組員たちは一念発起し保育園を経営する。訪れた組の金を盗んで破門になった男や親分の敵を撃った男を狙う敵対する悪党ヒットマン、そして最も起きてはならない親分まで奇跡的に復帰して帰ってきた破門になった男や保育園経営をも、隠し続け、ついに嘘が、勘違いを呼ぶ。数字の7に隠された秘密、何度もかか電話が来る7と名乗る謎の女性の正体とは。物語は怒涛のクライマックスへと向かっていく、はいはい、コメディです。コメディですね。はい、かなりコメディです。もう事件てんこ盛りなコメディですね、はいはい、今まで体験した、はい、したことのないコメディの作品の誕生ですって書いてますね、はい、体験はしたことないですよね、うん、はい、すごく面白いので、まああのね、あのこのジョー監督、はい、監督のジョーさん、まああの元が、小野寺ジョーさんっていう、ね、名前 の、はい、あの俳優さんとして活躍されていて、はい、でその時にね、あの実はあの僕がさっきから言ってる姉さん事件ですので、ね、はい、ホテルというドラマ、はい、あの赤坂一平役の、高島、うん、正信さん、はい、お父さんですね、が、まあ、主人公というか、まあ、メインのあれで行ってらっしゃって、ベルボーイで最初入ってくんねんけど、うん、そのベルボーイの先輩ベルボーイ役がジョー監督なんですよ。うん、うん、で、あの自分で言うとありましたけど、どんどんあの後輩に追い抜かれていく、あの先輩ベルボーイですとかそういつの間にかマネージャーになってますからね、一平はね、はい、まあだから割とね役者さんとしていろいろ出てらっしゃって、うん、はい、僕らも見てた、いくつも出てらっしゃる方なんですけどね、これが多分あの最初の監督作品ですかね、はいはいはい、まああのなんせですね、あのダイナミックな演出が大好きな方なので、はいはい、ご自分で言うとありましたけど、僕はダイナミックな演出が好きなんでっていうことで、はい、あのしんみりしたのよりはもう、うん、うわーっていうのが大好きなので、はい、大好きみたいなので、そんな感じの88分、はい、ね、の作品になりますから、はい、はい、ぜひですね、まあ80分そんな長くないですからね、そうですね、100分切ってますから、はい、1時間ちょっとなんで、はい、サクッと見ていただければと思いますね、はい、こちら料金が1500円でドリンク付きとなっております、うん、はい、ね、1500円でドリンク付きですから、飲みながら、はい、まあちょっと、リラックスして、はい、楽しい時間を過ごしていただければ、はい、という感じですね、はい、はいはい、ということで今日のグッドでした、はい、ということでですね、今日は、まあ、3月11日ということで、東日本大震災、まあ、特集というか、まあ、それをね忘れないということで、やらせていただいてるんですけれども、はい、まあ、とはいえですね、マテリアルはですねたくさんいろんな作品をね、上映しているところですから、はい、これだけねたくさんねやっぱり揃えるのって大変じゃないですかね、ですから皆さんもぜひですね、どんどんいろんな作品に出会っていっていただければなというふうに思いますので、
まあマテリアに来れば何かやってるという状況が今できてますからね、はいはい、いつでも遊びに来てください、はい、気軽に遊びに来ていただいて、僕はいつもカレーを食べますいつもカレーを食べてくれます。今日もカレーを食べました。はい、はい、カレーしか食べてませんよカレー王子そうそうそう、カレー王子もしくはあのキレンジャーって言われてます、はい、ということで、今日はこれぐらいで終わりたいと思います、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。